島津高久。島津高久は、戦国時代の武将。薩摩の守護大名、戦国大名。島津氏の第十五代当主。戦国大名としての島津氏の中高の祖である、伊作中良、日清祭の嫡男で、島津の英主と称えられる。島津氏九代、島津忠国の矢者後にあたり、十四代、島津勝久の養子に入って、島津氏 第十五代投資となった、薩摩守五色、大隅守五色、日向守五色。官位は、十五位下修理ライブ、むつる。性質は、肝付き健康の娘、彼女の守護5歳として、イリキンへ、里氏の娘を迎える。ほか、側室に、本田氏、島津家久の母。栄章十一年五月五日、千五百十四年五月二十八日。 薩摩島津氏の文家、一作家、宗集家当主の島津忠義の長男として、田伏亀が城にて生まれる。この頃、島津氏は一門、文家、国人衆の自立家、さらには、第十二代当主、島津忠春、第十三代当主、島津忠隆が創生し、第十四代当主、島津勝久は、弱年のため、宗家は弱体化していた。そこで勝久は、 総州家の中領を頼り、大英六年、1526年11月、高久は、勝久の養子となってしまず本州家の家督の後継者となった。大英七年、1527年4月、勝久は、中領の本領である遺作に隠居し、高久は、清水城に入って、正式に家督を継承した。加せだや出水を治める殺州家当主。 島津寂久はこれに不満を持ち、実久方で、家ジキの伊集院重佐だ、調査の島津正久が反旗を翻した。実府の遺作中領がこれらを撃っている間に、島津実久方は、北札の兵が伊集院城を、加瀬田、河辺など南札の兵が谷山城を攻略し、攻め落とした。さらに川上忠勝を勝久のもとに送り、島津勝久の守護職復帰を説いた。 高久は、鹿児島で攻撃され、夜に乗じて城を出て、その田寂明と共に亀が城に退いた。大英七年、1527年5月に高久は、島津勝久との養子縁組を解消され、勝久は、守護職の食い返し、城との無効を宣言した。従来、この一連の流れは、 近世の薩摩藩によって編纂された島津国史などによって実級の無本として解釈されて通説となっていたが実際には死後である勝久と仙台当主であった兄、ただ春、忠氏の時代からの老中、過労との間で対立があり勝久は自分に近いものを老中として登用していた勝久と高久の縁組を推進したのは中了の支援で 本州化の立て直しを図ろうとした校舎の働きかけ、よるところが大きく、勝久の積極的な意志ではなかった。これに対して、勝久に秘免された古くからの老中は、高久との縁組に反対して実級と結んだのである。伊従院主義定は、勝久以前からの本州化の、おいであった。このため、実級の挙兵を見た勝久は一転して、考えを変えて、守護職の食い返しを図って、 自らの政治的権力の回復に乗り出したのであった。ところが、勝久と老中たちの対立は解消されないどころか、かえって深刻化し、老中たちは実球を新たな本州家の当主に擁立する動きを見せ始め、その結果、天文四年、1535年には老中たちは、実球を迎え入れて、クーデターを起こし、勝久を追放して実球を、新しい本創家当主、 薩摩守護職にして擁立したのである。大隅国、日向国の国人の中でも実給を支持する動きがあり、実給は一時的ではあるが、名実ともに守護としての地位を確立したのである。こうした事情は、この時期の古文書の研究から明らかになったもので、高久による統一後に作られた島津市の司書からは消されている。この間、伊作中領は、薩摩半島南部の国人衆。 南方州を味方に取り込んで、薩摩半島の掌握に努めた。天文2年、1533年、高久は、日置軍南郷城の島津曽久軍を破って、偉陣を挙げている。そんな中で起きた、島津本州下のクーデターが発生し、守護を追われた勝久が再び中領高久不死と結んだのである。一方、新しく守護になった実球から見ても守護所のある、城。 鹿児島は、薩半島の付け根にあり、重良、高久府市の存在は脅威であった。このため、両者の間で、戦いが始まるが、実球の本拠地であった出水と鹿児島の間には、距離があり、その間には、渋谷市一族、家道院、伊力院、東郷の諸氏の支配地域があった。重良は、渋谷市一族と結んで実球を建制したのである。天文5年。 1536年、犯行を開始した、中寮、高久夫氏は、移住院城を奪還し、天文6年、1536年に、鹿児島に進撃して、入城した。続いて、天文7年、1538年から翌にかけて、南卒における実筆者方の最大拠点、加瀬田城を攻略し、攻め落とした。そして、天文8年、 1539年に、シ原において決戦が行われて、実悲久方を打ち破る。実久は、再起を期すために出水に撤退して、守護としての実質を失い、そもそもの混乱な発端であった、勝久も鹿児島に復帰する指示を得ることができず、母方の大友氏を頼り、文護国へ亡命していった。ここに、伊作家出身の高久は鹿児島及び、薩摩半島を平定して、 薩摩仕事しての地位を確立するとともに、戦国大名として、国主の座に就いた。ところが、中寮、高久府市の急激な台頭は、島津市の一門や薩摩、大隅の国人衆に動揺を与えた。天文十年、1541年になると、豊か家の島津忠弘や肝付謙園、本田薫や、共に、勝久時代の老中が共謀し、豊か家、 以下十三種が勝久の子、益坊を要して、貴久方である、大隅、性別府、老いのビューの椛山義久を攻めた。十三種の中にはこれまで、貴久方であったはずの渋谷氏一族も含まれており、中良、高久府氏に味方するのは、南方州や肝付金継など少数に過ぎなかったが、かろうじてこれを撃退した。中良、高久府市は、本田薫親に、椛山氏を、 性別府から薩摩谷山に違法させてその空地を与える持ちかけて和睦し、十三市の連合を崩すことに成功した。天文十四年1545年に入ると、朝廷の上司である、朝市長が薩摩を訪問して高久が、同国の国主として朝廷に公認される形になった。また、同じ天文十四年1545年には、 伊藤氏の信仰と家督相続問題を抱えた豊か宗家が高久の保護を求めて従属し、天文18年1549年には肝付権縁が降伏。本田る親は一度は和睦して、高久の老中に取り立てられるも独自の行動が多く、天正17年1549年に朝廷に対して勝手に管理を申請したことが反逆と、見なされて討伐。 追放された。そして、出水で抵抗を続けていたと見られている、島津種久も、天文22年、1553年に病死して、後を継いだ吉虎は高久を死後として認めたのである。天文19年、1550年、高久は、移住院城から鹿児島へと移るが、薩摩市後の島津市の守護所であった、清水城を避け新たに内城を築いて、 戦国大名島津市の本城とした。天文21年、1552年、高久は、歴代の島津市本州家当主が任官されていた、修理大部に任じられるとともに、自分の着難である、忠義、高久の実父と同盟であるに、将軍、足利義輝から返旗を授けられて義立つ、後に、義久と再改明と名乗らせることに成功した。また、 同年には実級の殺し受け以外の島津市一門、初家から守護である高久を中心に一味同心することを明約した希少文が作成された。高久が勝久から守護職を譲られて、わずか一ヶ月で食い返されてから二十五年、薩摩の国主としての地位を確立してから十三年にして、ようやく朝廷、室町幕府及び島津市一門のほとんどから守護とて、 名実ともに認められたのである。大隅は、古くからの国人衆が多く、守護の支配権が長い間及ばない地域であった。これらは、島津市の領土拡大において、多大な障害となっていた。天文23年、1554年、島津市の軍門に降ったカジキ城主の肝付金森、玄縁の子を、ガモウノリキヨ、ケドウイニヨシエ、イリキイン。 シゲトも、ひしかりシゲトよらが攻めた。カジキを救援するために、島津氏は、高久はじめ一族の多くが従軍した。高久は、ケドウィン氏のいる、岩剣城を攻めることで、カジキ城の包囲を解こうと考えた。島津軍は、岩剣城を孤立化させた結果、ガモウの力を、ケドウィン一族ら二千四人が押し寄せた。島津軍は、カモウ軍を撃破し、ケドウィンシゲツネ。 西又聖華など五十四人の支給を挙げた。高久は続いて、工事元年、1555年、調査票佐城を攻略し、工事2年、1556年、松坂城を攻略した。市場を三つ失った我モ氏は、本拠の我モ流が城を火にかけて、下道院へと逃げ帰った。これにより高久は、西大隅を市中に収め、領土拡大の足がかりにすることができた。 零六九年、1五百六十六年、提発して、長子の義久に家督を譲り、自らは、白雄と合して隠居した。元気二年、1五百七十一年、大隅の豪族である肝付氏との交渉の最中に、加セ田にて死去。去年五十八。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。